私なら落とせる。その隙に。分かった。私が止めるよ。決めて。さあ、しよう。バッテンデン。よし、いい感じだ。変わった輩がいるわ。なかなか手強そうね。負けられない。交流連携だ。相手は相変わらずの手分です。変わってない。ないから良かったってことよ。もう気を使わせるなんて。交流連携だ。味方強く。なんとか乗り切りそうだ。最後まで油断はするなよ。もちろんそんなつもりはない。決めて。ビメル精霊力をまた来る。私確実についてなん。ご機嫌いいな。力はすごいな。振るったのはあなたよ。さっと片付けましょう。ここまでの一旦精霊撃を交流連携さん。あきさごめ。こっちだ。私が守る。なんとか乗り切れそうだ。最後まで油断はするなよ。もちろんそんなつもりはない。こうも飛び回られてはな。わかってるわ。私の気持ちからどんどん行くよ。行け。邪魔者は止める。安全に近づかれた。そうね、私も変わらない。手伝うわ。次も頑張って戦うよ。うわ
こいつは強そうだぞ。スロディアだ。あの橋を下ろさないといけないな。こちら側から操作できそうだ。とにかく見てみよう。ロウ、大丈夫？まあろくな思い出もないとこだけど、聞くしかねえからな。そういうお前は平気なのか？うん、私も行くよ。みんな一緒だしね。俺もだ。行こうぜ。よかった、これで渡れる。ほれ、何者だ？俺はアルフェン、敵じゃない。アルフェンだって？驚いた。本当に君なのか？私もいるよ。ほほ、リウエル、元気そうで何よりだ。あんたはここで何をしているんだ？領内の見回りだ。まさか君たちに出くわすとは思わなかったが。いや、それより空の上で一体何が起きているんだ？まるでこの世の終わりだ。それを突き止めたいんだ。ちょうどいい。そのためにあんたに頼みがある。そうか、あそこから現れたのでもしやとは思ったが、全てのスルドを倒すとは、やはり君は本当に英雄なのだな。よしてくれ。それより助っ人の件は何とかなるか？ガナス・ハロスへの援助は他の組織とも連絡を取って何とかやってみよう。君の名を出せば無下にはされまい。助かる。俺たちはレネギスから降ってきたくさびの方を何とかする。確かにそちらの方が君たちにしかできないことだろうな。しかし海の上だ。どうやって行くつもりだ？船だ。これから探す。仕方がないとはいえ、世話しないな。そういえば仮面はどうしたんだ？なくしたよ。いろいろあってな。まさかブレゴンに会うとは思わなかったよ。あの様子だとシスロディアはうまくいってるみたいね。ああ、おかげでこっちは船探しに専念できる。船って馴染み薄いよね。支配するにあたりレナはあまり積極的に水上船を用いようとはしてこなかったからな。小舟程度ならそこらにあるかもしれないが。くさびは大海の真ん中です。小舟では心もとありません。確かに途中で沈むようでは困るわね。アウメドラの船みたいのとは言わないけど。まあ、それこそそんなのどこ探したって見つかりっこないぜ。なんとかしてくさびに行かなきゃならないんだ。
可能性がありそうなところを当たってみよう。ブレゴンのおかげでガナスハロスの方はなんとかなりそうだな。誰が送られるのだろうな。いずれかの抵抗組織の人間には違いないのだろうが、案外毒なんて適任かもな。薬草の知識があるから頼りになる。毒ってカラグリアにいた老人でしょ。ガナスハロスは遠いし長旅に耐えられるかしら。兄さんの補佐をしていたラギルなら適任だろうが、彼女もメナンシを離れるのは難しいだろうな。そういう意味ではミハグサールからも厳しかろうな。あそこの人手不足は深刻なままだろう。まあみんな何かしら自分のとこで手一杯だよな。なんか結局ブレゴンが自分で引き受けちゃいそう。あの人結構苦労症っぽいし。でもこうして考えてみると、私たち行く先々で随分いろんな出会いがあったのね。ああ、それで得たつながりこそが俺たちの宝だ。ブレゴンに任せた以上、俺たちは自分のすべきことをしよう。またご褒美をもらえたな。まだこれだけいたのだな。ダナフクロウ。なるほど、美しいものだ。私もダナのフクロウはほとんど滅びたものと。当てにならないものですね。何でもいいけど、ここのことは秘密だからね。ああ、分かっている。こういう場所はなるべく知られずに置くべきだ。だが惜しいな。うまく訓練できれば素晴らしい合唱が期待できそうなもの。フォローフォロー。なんか泣き始めたぞ。アルフェンとシオンが訳してくれるよね。え、あ、いや、前のあれは適当な想像で。へえ、なんかよくわかんねえけど、それやってくれよ。そうか、まあそこまで言うなら。うん、あんなこと言ってるが大丈夫なのか。はあ、しっかりなさい。託すと決めたのはあなたでしょうに。ほほう、ほろろほろろほろろ。俺には仲間を守る責任がある。それで無茶をされては困るのよ。フクロウの会話なんだよな。もちろんもちろんだ。ああ、それにしてもよくこれだけのフクロウを見つけたものだ。リンウェルのフルルへの思いの強さの賜物だな。フルルはどの枝に止まるのかな。リンウェル。あ、ううん、なんでもないよ。さあ、まだ止まり木も半分しか埋まってないし、残りのフクロウも頑張って探さなきゃ。ほとんどの止まり木が埋まったな。まだこんなにいたなんて正直驚いた。注意深く生きてきたのだろう。生命のしたたかさと言うべきか。一羽一羽は可愛らしいのに、ここまで多いと
なんだか壮観ね。圧倒されるわ。なんか一斉に見つめられて落ち着かねえんだけど。フクロウの目ってじっと見つめてる感じがするからね。ほろろ、よくやってくれた。また始まったぞ。まんざらでもなかったんだね。正直これだけ仲間が集まるとは思っていなかった。困っている相手を見るとすぐ助けたがる。おかげですっかり大所帯だわ。俺たちは滅びる瀬戸際だ。運命を変えるためにも力を合わせなければ。背負いすぎなのよ、あなたは。だとしても俺は運命に抗いたい。君を一人残すことはしたくないんだ。一人で決めたような気にならないで。私だってあなたと一緒に生きるための努力をするわ。フクロウのことだよな。フクロウのことよ。仲が良くて結構だが、そろそろいいかね、ご両人。どっちの会話だったんだよ今の。お前が思った方でいいだろ。それよりまだ少し枝に空きが残っているな。ここまで来たら埋め尽くさないとってか。ねえフルル、フクロウたちをみんな集めたら。そしたらフォロやっと着いた。その痛いわね。やっと着いた。これほど食事を取らないのはいつぶりだろうか。さっさと片付けましょう。どういうこと。これぐらいの相手なら問題ないな。あのズーグルならやめておきなさい。気を引けろ。燃えろ。巻き込め。攻撃を。交流連携だ。価値が悪いわ。大ぶりな虫なんて。見てなさい。脆い部位を狙っていこう。交流連携だ。交流連携だ。誰も愛する。どうも任せ。長くがいい。交流連歌だ。極の剣法。氷の槍を打ち止め。フリーズクブ。交流連歌だ。やるぞ。そのまま追って。ここは吐き出せ。交流連歌だ。やるぞ。まいつ炎よ。打ち抜いてやろうか。ここ禁止。痛
だぜ。そのまま寝てろ。ここまでだ。バイク。凍りの槍よ。フリーズランサー。交流レンガさん。炎が。交流レンガさん。あの武器致命傷になりかねない。それを防ぐのが私の役目だ。交流レンガさん、根性叩き返してやる。ミカサにバレなく復活の理想で死ぬのですよ。まとめて片付ける。成功。拡大兵器。貴重な武器は邪魔の動きだな。そうだ。このようにガッと交流連結の武器。硬いやつは任せろって。こっちもよ。仕留めるぞ。うそ。ライバル。これで交流連結の攻防一体。真空投影術。さすがだぜ。ありがとう。無理はしないで。シオンも相手は倒したよ。影響が。このもとに。こういう演技の必要。バンドエイド。止められたか。私に任せて。仕掛けてくるぞ。気をつけて。誰かと気をさせない。私に任せて。俺の真骨だ。個人戦法が交流連結だ。マイク後悔をすらせ。くらえ。これで終わりだ。やるか。どこだ。魔人剣ソーラ。マイツやらせない。真空投影術。交流連結だ。魔人剣ソーラ、そこまでだ。引き抜いてやろうか。やったよ。今が攻め時です。勝てたからよかったけど。邪魔をするな。状況が逆転した。敵はバッカ。次はそっちを手伝うぞ。ああ、もう一踏ん張りだ。なんだろう、これ。
一息つけそうだね。おお。な。そうね。おお。やっと着いた。この時間みなぎってこないか。突然何を言い出すんだ。腹だけでなく心も満たす絶品の完成だ。キサラ、少し話をしたい。この前のことを考えていた。理由がどうであれ、ティオハリムはメナンシアをダナとレナが共存する形に変えてくれた。だが私は誰もがそれを歓迎して当然だと思い込んで、誇るばかりで踏み固める努力を怠ったんだ。こんな私にまだ理想を追う資格はあると思うか。俺がどう思うかは関係ない。答えはもう出ているんじゃないのか。少しばかり虫が良すぎるんじゃないかという気がしてな。一度も間違えない奴なんていない。肝心なのはその後どう動くかだ。キサラは自分で気づいたじゃないか。そうだな。私はもう目をそらさない。誰も失わないために最善を尽くす。それにあの人のティオハリムの背中を叩く人間も必要だ。二人も後ろを向いていたら目も当てられないからな。そうなったら俺たちが背中を叩くさ。それにしてもキサラの生き方がミキューダを手本にしているなら、彼は本当に立派な男だったんだな。なんだ、まだ納得していなかったのか。最初からそう言っているのに。なんなら今日も兄さんのことを話してもいいぞ。それはまたの機会にとっておくよ。洗濯物を畳んだら私も休むよ。忘れ物はないか。おう！
なんでこんなことに。シオンは別品なんだから、それくらいいいだろう。ちょっとキサラ、ねえキサラってば。なんでこんなことに。関わ手ごわそうだが、やるしかない。傷を負ったら言いなさい。回れ、攻撃に出る。魔人戦ストーリーだ。絡め取る。光ってるそこが弱点だよ。やらせない。体が無茶じゃダメだよ。時間をかけてすまない。私に任せて。飛ぶ相手は任せて。火の精霊術を。こういうね、左の今だよ。これで終わりだ。今だ。はい、切り決まる。天空少年パン下げろ。くらえ、あたれ。こういう連合さん外さないわ。いけるわ。魔人戦ストーラー。ぜひまとめて回復するわよ。終わりだ。外さないわ。こういう連携だ。エッジョだ。これが進化か。攻撃に出る。フリーズの音を敵やったよ。今が攻め時ね。ぶっ止め。やっとぶっ止め。交流連携だ。バトル危ない。踏み込み続ける攻撃の打線をなせ。交流連携だ。ぶっ止め。ぶっ止め。ぶっ止め。全力でいけそうだ。炎よ巻き込め。任せたまえ。攻撃の連結だ。絡め取る。巻き込め。任せろ。攻める。まだまだ。フラッシュ。止める。俺の中の炎が飛び上げる。交流連結だ。巻き込め。巻き込め。すごい一方的だよ。爆弾撃。ぶっ止め。さない。流水の盾にまとめて回復するわよ。その前にエアクラッション。さあ取り込む。こういう連携だ。流入れ。ホーハー中央陣まとめて回復するわよ。こういう連携だ。やれるぞ。あがくがいい。大地を堪能したまえ。叩きつける。その前に輝かせ。こういう連携だ。マイク闇に沈みまくる。しないから帰ってこう。怒る心臓のようだな。炎よ巻き込め。あの動き大技が来るぞ。レイルストーン。魔人戦ストーラー。次は戦いで帰る。まだ
追い込んでいるぞ。やらせない。何があるかわからない。そこまでだ。私に任せて巻き込め。魂の演劇だな。よし、今のうちに仕留める。ストーラー炎よ、巻き込め。エンジン、あなたに炎よ、巻き込め。これで終わりだ。力がみなぎってくる。やれやれ。はあ、すぐに夕飯の支度をしよう。ああ、もう始めてるよ。腕によりをかけて作るわ。食事は私たちに任せて、キサラは休んでて。そうか、じゃあ二人に任せよう。食料に限りがあるから量はほどほどにな。洗濯でもするか。お前たち何をしているんだ。見りゃわかるだろ、洗濯だよ、洗濯。そうだったのか。前みたいに服を叩きつけたりしていないだろうな。当たり前だろ、俺は一度叱られたら覚える男だぜ。大丈夫だ、俺も横目で見ていたが問題ない。そうか、アルフェンが言うなら安心だな。おい、なんで俺の言うことは信用してくんないんだよ。絞る時も力任せにやると生地が傷むから、頼むぞ。分かってるって。あんまり小言が多いとシワが増えちまうぞ。なんだと。なんでもありません。戻るか。俺も皆が成長したということなの。ティオハリム、あなたはここで何をしているんですか。夕げを待つ間、焚き火を眺め一杯たしなんでいたのだ。この火の揺らめきから一句浮かびそうだな。愛も変わらずですね。でもなんだか安心します。
おお、小言の一つでも言われると思ったが。もう、あなたも叱られたいんですか？あ、いや、そういうわけではないが。うん、星巡り、憂う輪郭照らすのみ、ただ焦がれるは友の心の葉。珍しくまともなしかと。我またん胸に積もりし内なる声。わかりましたよ。話せばいいのでしょ。惑う君、次の言葉を座して待つ。わかりましたって。最近皆が家事をするようになって成長を感じる反面、私が皆にしてあげられることは何だろう、そう思うようになりました。戦闘や家事は私がいなくてもできることです。衣装部で花もないし、でも一介の軍人がしてあげられることなんて他にあるのだろうか。ただなぜ私はここにいるのか疑問が拭えなくて。家事疎く、理想郷なぞ空の果て、君いなければ生きる意味なし。兄さんから継いだ理想郷の実現、私たちの戦いはこれからでしたね。君となら苦渋でさえも意図うまし。もう調子いいんですから。ご飯できたよ。できたら嬉しそうだね。何、お前たちの料理を楽しみにしていただけさ。さあ、しっかり食べて、しっかり休もう。デュオハリム、昨晩は返事が全て詩になってましたが、あれは何だったんです？良き詩の機運でも降りてきていたのか。気に入ったものはあったかね？ええ、良い言葉をいただきました。少々記憶が曖昧でね。よければ歌ってもらえないか。もう自分で思い出してください。